さあでは行きましょう。続いてカーナンバー81バイカズヤ。さあシルバーのマシン180ゼッケン81番はオリジンラボレーシングバイカズヤです。来た、バイ SR にこだわって最後までこの SR での180やり通すというところでいいスピードからスーッとちょっと引っ張ったから、ちょっとロング気味になったから、さあそして折り返していく、さあ抑えてはいった、合わせてはいきました。さあどうでしょうか。オリジンラボレーシング SR 搭載、 SR といっても 2.2リッター、非常にパワーのある800馬力近くを発生しているこのバイカズヤの2本目はどうだ。奥目に来た、奥目に来た、いったー乗せてきた、乗せてきた、返していく、ぐーっと持ってくる、悪くはない、悪くはない、さあ踏み切ってった、踏み切ってった、これとするとどこまで得点が出る。終えてスタート地点に今2台のマシンが並ぼうかというところ、並んでる、はい、映し出されております。最高第5倍風や、はい、それでは参りましょう。オートポリスベスト16トーナメント最初の戦いです。カーナンバー87斉藤大吾 VS カーナンバー81バイカズヤ。さあいよいよ一組目、今ゆっくりと動き出した斉藤大吾、単走第1位、そしてギリギリ16位でバイカズヤが残ったベテラン YAT、 SR エンジン搭載が、さあ GR スープラグ、はい、やっと伸びる、大きなる差がつきました。そしてやっぱり単走通りの走りを見せましたね。これ99点がこれ小数点出てませんので99点いくつなのかというところもありますから ね、ドスのすごい点が出ていたのかと、単走としての走りもすごい、はい、いうところだと思いますけれども、大きな差がつきました、はい、アドバンテージ斉藤大吾です。さあそれでは入れ替え、はい、いきましょう。さあ両者見合って今シグナルが続いてスタートしていきました。入れ替えの2本目、今度はバイカズヤ180が前、そして後ろから GR スーパー斉藤大吾、さあ後追いではどういう走りを見せるのか、大きなアドバンテージを取って、まだ斉藤大吾、そして斉藤大吾、もう全開で行くしかない、バイカズヤはコースアウト、勝ったのは斉藤大吾。遠いでもう99点出たんですね。うわすげえ。さあそれでは、はい、ベスト8参りましょう。カーナンバー87斉藤大吾 VS カーナンバー52北岡雄介。さあいよいよベスト8の1組目、ベスト4進出をかけた戦いは斉藤大吾 VS 北岡雄介、面白いぞ。斉藤大吾先行、後追い北岡、さあまずは斉藤大吾同じような先行、思い切った飛び込み、どうでしょうか、距離ずいよ、北岡がいいところにいる、そして振り返していく、ずーっと伸ばしていくところ、ギリギリ走り、すげえ、ね、斉藤大吾何本もこの走り、しかし北岡も後追いとして、いいとこいたよ、これは斉藤大吾もちろん合わせていかなくてはならないということになりました。はい、ベスト4進出をかけた戦い、北岡雄介先行、後追い斉藤大吾、さあ GR スープラ斉藤大吾、後追いどう見せるか、北岡の赤いマシンに対して斉藤大吾、うわー当たったー、うわークラッシュ、斉藤大吾当ててったクラッシュ、うわこれは北岡も走れない、うわやってしまった、